ちは、小太郎です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、またまた、お魚さんを追加しました。そのお魚はゴールドフレークエンゼルフィッシュ。Reef350、緑石水槽に入れたいと思います。が、Reef350には、多くのお魚さんがいますので、うまく混泳できるでしょうか？では、ご覧ください。Reef350には、まずは、アルファー。ただ、アルファーとゴールドフレークのサイズが違いすぎるので、お互いに必要な攻防にはならないのではと思います。が、Reef350には2匹のオラオラのお魚がおります。それは、メンタル最強、キングエンゼルフィッシュ。そして、超オラオラのフレームエンゼルフィッシュ。この2匹はすでに4ヶ月。お互いに争っております。そんなオラオラの2匹がどう出るかですが、小太郎の予想では、ゴールドフレークが小さいため、必要にはたまらないのでは、と思っておりますが。